ノーアップスカンファレンスチャンネル B をご覧の皆様、こんにちは。ここからはスタートアップシティ札幌プレゼンツ、事例から学ぶスタートアップが知るべき商標特許の活用法をお送りしてまいります。少々お待ちください。 失礼いたしました。私は本日このセッションの司会を務めさせていただきます。スタートアップシティ札幌事務局の豊田と申します。よろしくお願いいたします。本セッションでは、社内や製品、社名や製品、サービスのネーミングを決めるときに何に気をつければいいか、商標を取らないとどうなるかといった商標にまつわるトピックと、スタートアップが知財活動で直面した課題と、その対応策といった特許にまつわるトピックについて事例を交えてお話しいただくセッションとなっております。 本編に入る前に簡単に私からスタートアップシティ札幌の取り組みについてご説明させていただきます。画面共有お願いいたします本セッションを企画しておりますスタートアップシティ札幌は札幌市が主導するスタートアップの発掘・育成支援プロジェクトです。 札幌北海道から世界を変えるスタートアップの事業成長を支援するごミッションに2019年より官民連携のさまざまなプロジェクトを展開しております。今、画面に出ておりますのが今年度のスタートアップシティ・札幌プロジェクトの全容となっております。私たちは創業前のご支援から創業直後、そして事業成長期のスタートアップまでご利用いただけるオールステージでの支援メニューをご用意しております。 スタートアップファーストを理念に多彩な経歴を持つ事務局メンバーがサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。この中の一つで、ローカルイノベーションチャレンジ北海道2021のスタートアップのエントリーを現在募集、受け付けております。2年目の取り組みとなる今年度も、関係人口の創出、行政 DX の推進、スマート農業、天然ガスの利活用など、幅広い14カテゴリーでの実証実験を募集しております。 採択プロジェクトには支援金の支給もございます。また全国からのエントリーが可能となっております。応募締め切りが来週10月22日となっておりますので、皆さんのご応募お待ちしております。さて、前置きが長く,な長くなりましたが、ここから本編に移りたいと思います。本日ご登壇いただくのは、特許庁総務部企画調査課の鎌田さんです。鎌田さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。え、あの、 あ私札幌出身なんで、あの今日は札幌関連のイベントに出てたことを非常にあの嬉しく思っております。ありがとうございます。それではここから先はですね、あの本編で鎌田さんに事例から学ぶスタートアップが知るべき商標特許の活用法というテーマでお話しいただきます。なおですね、質問を随時受け止まっておりますので、チャット欄の方に随時お書き込みいただければと思いますので、ご視聴の皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは鎌田さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 はい。あの、特許庁の鎌田ですえ。皆さん今日はあの、聞いていただいてありがとうございます。あの、私は今日これから地材のお話をさせていただくんですけど、まあ、地材って聞いたことあるというような人から何でしょう全くわかりません。何それ美味しいのという方までいろいろいらっしゃると思うんで、今日はまあ、地材についてですね、あの、わかりやすく、 なるべくわかりやすくお話ができるようにしたいと思います。ということで、事例を交えてご紹介したいと思います。えー、それでは、あの、えー、スタートしたいと思います。えー、事例から学ぶ、えー、スタートアップが学ぶべき特許商標の活用法ということでお話をさせていただきます。さて、初めに、さあ皆さんこのご製品ご存知ですかね。まあ、イロハスという、えー、ペットボトルですね。あの、 ミネラルウォーターですね。ミネラルウォーター。で、ペットボトルがすごい特徴的で、あの非常にその薄く作っていてですね、えー、薄く作ってるんだけれども、そのえー、耐久性はリブとかをその強く、まあ、維持しているというのが特徴なんですね、えー。非常に売れていると、発売で非常に売れているという、まあ、製品です。えー、じゃあ、この製品にまつわる知材はどんなものがあるでしょうかというふうに、まあ、調べたところですね。 え実はこれはコ、えー、コカ・コーラカンパニーがですね、特許を取得しています。これは何かというと、ボトルの形状そのものについてですね、えー、特許を取っています。まず、ボトルの形、ボトルで特許取れるのかっていうような話が、まあ、びっくりされた方もいるかもしれませんけど、特許権っていうものは、あの、技術的創作であれば、まあ、何でもい、あの、取れるので、実は、あの、 いわゆるその発明というような、皆さんが思うような発明ですね、なんか新しいものを作ったとか、新しい素材を開発したとかっていうだけではなくて、えー、こういう容器ですとか、な、まあ、何でも、えー、含まれるんですね。えー、本当にあの特許庁で審査をしている部署もありますけれども、審査部は全ての技術に対応できるようになっているので、本あの すみません、か田さん、途中で、あちょっとパ,パワポが送ら,れてみた送られてないみたいなので、ちょっと操作の方をお願いできればと思うんですけど、申し訳ございません。共有はできてたんですけれども、すみません、全画面にしていただいて送っていただければというふうに思います。それは失礼いたしました。シェアできてますかね。ちょっとお待ちください。はい、画面の方もう一度出していただけますでしょうか。今出しております。いかがでしょう見えますでしょうか あ、こちら見えておりますね。はい、大丈夫ですか送って,みてあ送ってみていただいて大丈夫ですかはい。クリッカーがもしかしたら効いてないかもしれないので、でね、クリッカーが効いていない,、はい。はい。すみません。あ、あ今、済みましたね。あ、時間差があるようですね。大丈夫ですかね。はい。ちょっと一泊置いて、あの、はい配信、配信画面こちらに見えるようにしてもらっていいですかはい。じゃあ、これで、ちょっとや、じゃあ、 この配信画面を見ながらちょっとやりましょうか。はい。ここにちょっと置いていただけると。はい。じゃあ、すいません。あの、改めて、じゃあ、ここからスタートしますんで、あのあ。すいません。よろしくお願いいたします。はい、生配信だといろいろ起こりますね。<laughs> すいません。<laughs> はい。まあ、あるあるなんで。じゃあ、すいませんが、全画面でお願いします。はい。あの、このちょっとお待ちくださいね。 えー、多分ね、時差があるんだと思うんですけどね。えっ、ー、と、うん。画面の共有が全画面になってないし、全画面じゃなくてやりましょうか。すいません。ちょっと、あの、技術的にですね。すいません。はい。全画面難しそうですかね。いや、あの、えー、ちょっと今見てますけれども、はい。はい 今、チャレンジしてますけど、えー、はい、ちょっとこの、これで、はい、はいやる、やろうと思います。はい、わかりました。すみません。進めていただければと思います。はい、お願いします。はい、えーえー、っと、先ほど、あの、イロハスについて、まあ、特許が、どの、まあ、知財権どんなものがあるでしょうか、ということで見たんですけど、まあ、特許を取得してい,るいますよ、っていうことで、ボトルの形状で特許を取っていると。で、まあ、次のスライドお願いします。それでですね、えー、 これ見てもらったらわかるんですけど、特許の他にそのボトルの形状で衣装券を取得して、商品名そのものは商標券をして登録をしているということで、実は知的財産権によって製品を守っているという状況になります。次のスライドお願いします。はい。で、知的財産の管理が何が必要なのかという話になるとですね、実は知的財産を持っていない場合、今のように コカ・コーラがボトルの特許や商衣装を抑えていない商標も色はすって抑えていないとですね、実は他社が似たような製品を出す,出すことができますで。似たような製品が出るとなるとですね、結局最後、あのスペックの違いがないとなると価格競争を誘発してしまって、まああの、価格で勝負ということになってしまいます。でそれに対して、 え、知的財産をきっちり守ることによって、その、例えば、イロハスっていうブランドを確立したりですとか、形状、ボトルの形状を真似されないというような形によって、他者の参入を防ぐことで優位性を保つというようなことが出ています。はい。で、知的財産の権利侵害というのは非常に強いものがあって、え、まずですね、特許をし、まあ、侵害されたとなると、侵害した人に対して差し止め請求というのができます。 だからもう、うちの特許を使わないでくださいと。まあ、同じ、我々の特許を使わないでくださいという差し止め請求と、その、まあ、真似された製品によって我々の製品が売れなくなったんで損害賠償を求めますということができます。また、信用回復措置請求権というのもできます。あるいは、その、例えばコピー製品、侵害製品によって得た利益については返還権、不当に返還請求権があります。さらにですね、刑事罰もあるというような形になっております。 次お願いします。と、まあ、あの、紹介をしてきたわけですけれども、まあ、特許というとですね、非常になんか長くて、まあ、意味わからないみたいな話がありまして、ちょっとここでですね、あの、イメージを特許とはどんな感じかというような形を表現します。で、まあ、技術的なアイデアを権利という文章に変えるということが非常にポイントではあるんですけれども、えー、例えばですね、えっ、ーえー、と、 鉛筆でですね、丸い鉛筆があって、丸い鉛筆だと転がっちゃうよねっていう話があるところですね、転がらないようにしたいなとなったときに、六角形とかっていうすることはできますよねというような話がまああると。で、そうなったときに、はい、じゃあ次のスライドをお願いします。断面六角形のじゃあ鉛筆ってさっき六角形なんで六角形の鉛筆だと、実は四角形五角形や三角形は権利に入らないんですね。 じゃあ、三角形以上は多角形だからってなると、多角形にしましょうって書いたら、今度、こういったような楕円型とかですね、あと円の一部切り替えたような形っていうのは、これは剣に含まれないと。じゃあ、そうすると、もっとあの上位概念、もっと全部含まれるような形にすれば、どう、どういう文言がいいかというと、じゃあ次のスライドをお願いします。転がらない鉛筆っていうことなんですけど、転がらない鉛筆だと、まあ、願望をそのまま書きすぎですね。で、 えっと当然ですねあの、特許になるかどうかに当たった審査が、えー、必須なので、結局、転がらない鉛筆になると三角形も四角形も五角形も六角形も丸も楕円も全部入りますという話になったときに、まあ、あの特許になりにくいと。広ければ広いほど特許になりにくいと。例えば、自動車だとエンジンのある。 自動車とかだと、まあ、非常に広いんですけど、まあ、多分今,今だと絶対特許にならないですね。な,なぜかというと、まあ、エンジンを積んでいる自動車っていうのは普通にいっぱいあるからですねあの。なので、それだと特許にならないので、まあ、既存の,その技術をからまあ発展したところで特許を多分通るということに最後になりますから、そこを回避するようにもう書かなければいけないというのが、まあ、特許権の考え方ということになります。 で、えっ、ー、と、企業と特許庁のやりとを続いて広く強く役に立つという特許権をまあ設定していくということがまあ重要だということになっておりまして、それがまあ審査の本質であるというふうに言えると思います。では次のスライドお願いします。で、えっ、ー、と、先ほど申し上げたとおりですね、権利、特許権、知的財産権いくつかあるうち一番大きいのが、 特許権、衣装権、商標権ってあって、特許権は、えー、発明を20年間独占する権利ということで、今言ったような、あの、様々なものをあの保護の対象になると。で、次に、えっ、ー、と、衣権ですが、すいません、ちょっとこの資料古くてですね、デザインは20年独占であるんですけど、昨年法律改正されて25年になりまして、えー、25年間ですね、例えばスマホの形状とか画像デザインとかっていうのは保護されると。で、ブランド、 については商標権ということで、えー、スマホのブランド名、サービス名とで。商標権っていうのは10年なんですけれども、半永久的な更新が可能なので、例えばですね、ヤマサのあのマークですね、なんかこう傘が書いてあるようなマークとかは、えー、もう100年以上ですね、商標権が保持されているというような例もあります。なので、あの商標権っていうのは非常にその強い権利であるというふうに言えます、ね。 基本的にこれら3つの権利が、まあ主なところなんですけど、この3つの権利というのは、早い者勝ちとなっているので、とにかくですね、アイディアを考えたら、早く出すということが非常に重要になるというふうに言えると思います。えー、それではすいません。次のスライドを切り替えていただけますでしょうか。はい。で、まあ最近実は商標も、あの、 ブランド名ってあるんですけど、ブランド名だけじゃなくて、いろいろですね、新しい商標も保護対象になっておりまして、えー、例えばですね、音、音の商標っていうのがあってですね、ひさみつとかですね、ブルーレットックだけとかですね、まあ、あの、探せばいろいろあるんですけれども、そういうものが今登録されていると。で、じゃあどうやって、あの、示すんだっていうと、音符と、あの、えー、なんですか、音符とこう、セリフを書いて、まあ、保護すると。 あとですね、ファイトって言った後に一発を叫ぶ全体で5秒の商標とかですね。まあそういうふうに言葉で表すと。まあ今のファイト一発はあの、リポビタン D なんですけども、対象制約が取ってますね。あの、そういう、まあ、ような音の商標が認められたり、色彩のみからなる商標ですね。あの、物のトンボ鉛筆ですね。あとはセブンイレブンのこの色。これがまあ認められていた。あとは、 位置ですね。これはあのカップヌードルのロゴの、ロゴというかデザインの位置ですとか、動きの商標。これはあのシワコールの CM。ホログラムだと、三井住友カードの、ビザギフトカードにあるようなホログラム。まあ偽造防止のためのホログラム。というのも、えー、最近新しいタイプということで認められているということです。まあ最近、なので、上島コーヒーとかですね、えー、音だとすぐおいしい、すごくおいしい日清食品が。まあこれチキンラーメン。これのも認められている。 いうことです。では次をお願いします。で、えー、っと、こっからが、あの、スタートアップの方々に対して、ぜひ考えてほしいところなんですけども、企業とか、じゃあ、事業を考え始めたときに、いつ権利を、その、まあ、出すかというところでですね、あの、まあ、最初、まあ、なんかアイデアが出ましたってなったときに、普通はまず商品名を決定してですね、で、プロダクトを開発する。これは、ま、アプリですね。アプリを開発。ソフトを開発と で、そうすると、で、商品をローンチしたときに、えー、まあ、うまくいけ,いけば、まあ、ね、拡大というふうになりますけれども、実はここで他人の特許、商標、衣装、ちゃんと調べておかないとですね、製品が出たときに、えー、 この製品はですね、うちの特許権を侵害していますとか、この名称はうちの商標権を侵害していますとか、このデザインはうちの衣装権を侵害しているんで使わないでくださいと、いきなり警告状が来るあるいは訴訟を訴えられるというようなことになります。で、そうすると何が起こるかというと、商標権侵害という話になった場合ですね、これ商品名は見直さないとダメです。あの、他人の商標を勝手に使ってはいけませんので、 あライセンス交渉とかありますけど、まあ大体あの商品名見直しになります。ただあの中には例えばアップルは iPad ってものを作ろうとしたときに、米国における iPad の消費は富士通が持っていたので、富士通から商標権もらった iPad を作ったというような話もあるので、交渉というようなことも可能ですが、あの認め、応じない場合もあるので、まあ商品名見直しとかはあります。またプロダクトの再開発ですね。特許侵害になったらそこの特許を回避するような 商品を作らなければいけないので、見直した。で、ローンチしてしばらく経った後だと、損害賠償もくださいと言われてしまうのであ、これではですね、なかなか事業が立ち行かなくなるということで、えー、やはりあの一番最初に製品名を考えた段階、あるいは構想した段階でですね,ね、しっかり他人の権利を調べるということが重要になってきます。えー、次ですね、事例をご紹介したいと思います。あのピラミスヒーロー事件って、まあ、去年、 今年あたりにちょっと有名になったんですけれども、シンガポールでティラミスヒーローというティラミス券が非常に人気で,で、このティラミスヒーローは日本に進出したいとしたところ、日本の無関係の会社が先にティラミスヒーローというものを出願してしまいましたと。で、もう日本で商標権取られちゃったんで、ティラミスヒーローを名乗れないから、本家はブランド名を変更してティラミススターにしましたと。でも結局これがですね、ワイドショーで結構 有名というか、まあ話題になったので、ティラミススターという、まあ、ティラミスヒーローはティラミススターで出したんですけれども、ティラミスヒーローってやって日本の会社の方は閉店してしまいました。で、商標登録はその後ですね、あのティラミスヒーローという商標自体が、まあ、無効審判で無効になってしまいました。という形になっております。やはりこういうのを見てわかる通り、あの最初の段階でですね、登録しないとですね、 あの、やはりダメだなというのが、まあこういう事例からわかると思います。では次のスライド。で、これちょっと見ていただきたいんですけども、シンガポールと日本でですね、こんな感じで、あのティラミスヒーローがあのオレンジの方でですね、ティラミスあ、日本のティラミスヒーローがですね、あの、ここ、ここは茶色い方ですけど、まあ、同じだと思うか違うかと思うか、同じだと思ったら、これは商標権侵害となりますし、 違うとなると、商品品侵害にはならないんですけれども、さて皆さんはどう思ったでしょうかという感じで、ぜひあの、あの、侵害になるかな、ならないかな、というふうに見ていただければと思います。では次です。なので、えっと、まずですね、最初に社名や商品名登録商標をチェックしてくださいということが非常に重要になってきます。 えー、単に社名を見るだけではなくて、商品、サービス名、会社の横、サービス用語をきっちり押さえておくことが大事です。えー、そのためには J プラットパッドという、えー、無料検索ソフトがですね、特許庁、まあの、あの、独立行政法人、えー、インピットというところから提供されていますので、ぜひですね、ご活用いただければと思います。では次ですね。で、次なんですけれども、じゃあ特許、 の取得していなかったという失敗事例というものを次ご紹介したいと思います。えー、これはですね、ユナイテッドワールド証券の話なんですけれども、あの、中国株専門のネット証券会社ということなんですけれども、最初創業さ、あの、3年目で、まあ20、20%を持つまでシェアが成長したんだけれども、特許を取ってなかったので、他社にですね、侵食されていってですね、えー、結局、その特許を取る 取らなかったために、まあ、失敗してしまった他社に取られてし、そのシェアを取られてしまったというような話があります。で、こで、ここでまあ、あの、この当時のですね、林代表取締役は非常にまあ、苦い目にあったと。で、次のスライドお願いしたいんですけれども、で、このですね、あの、林代表取締役は、この失敗の経験を生かした、その新たにですね、また証券会社を設立した時に、ワンタップバイということで、えー、 その利益分だけワンタッチ操作で売却可能にするというような形で複数の特許をあのサービス会社にあらかじめ取得、出願して取得したと。で、これによってですねあ、あ,あの大企業も意識した参入障壁を作ると。で、さらにですね、あの大企業間出資を受けることができたというような形になります。あの次のスライドをお願いします。 であの知財を取るとどんないいことがあるんでしょうかというような話を、えー、しますけれども、えー、知財を取得すると、ですね独占、連携、信用ということで、一番重要、あの知財権の,あの基本的な話というのは独占です。えー、つまり、他社に使わせないということと、模倣の、他社に使わせないということと、あと、ライセンスで収入を得るということですね。他社に使わせないから参入障壁ができるという話、これによって、競合優位性を保てる あるいは、その、要は技術を持って他社にですね、まあ、その、同じ技術を使わせることによって収入を得るというところが独占です。で、次にですね、信用を得るっていうのは、これどういうことかっていうと、特許権があって優位性があるから、それによって資金調達がしやすくなると。あるいは、商標権しっかり持ってるんで、ブランドが確立されやすくなるんで、裏付けになると。さ、で、さらに言うと、あの、 技術力の証明になるんですね。これ特許持ってますというだけで、この技術は独占できるので技術力が証明できるということにもつながるというところ。そうは信用につながる。で、さらに連携っていうのは、自分たちはこういう技術を持ってますっていうことを他者に対して明らかにすることにできますから、この技術を持ってますよっていうところから、いや、一緒にうちと協業しませんかっていうようなお誘いが来ることがある。なので、この資材の3つの機能ですね、独占、信用、連携というところが非常に、まあ、 あの何それおいしいのというと、独占できますし、他者と連携できますし、信用も得ますよっていうのが、まあ、答えになるということであります。では次のスライドお願いします。ただ、あの何でもかんでもあの特許にすればいいかっていうと、決してそういうわけではありません。で、どういうことかというと、えー、と世の中にはですね、まあ、特許を出願した方がいいものっていうのは、まあ、他者に真似されやすいとかですね。あの すぐ、他社がすぐ、まあ、追いつきそう。まあリ、例えば、製品をですね、買ってきて、リバースエンジニアリングたん、ね、全部分解してみたら、その特許と同じものが作れちゃうような場合は、さあ特許を取った方がいいです。同じものを作れるんだったら、特許で保護をするというのは大事であります。えー、特許はですね、必ずあの出願公開をされます。だから公開される側に独占というような公開代償があるので、えー、これによってですね、あの、あの、 まあ、真似されやすいけど、まあ、揉ことができると。で、他方で真似されないような技術で、例えば製造技術とかっていうのは、他の人が真似されにくいところですね。あるいはあの、ソフト系で言うとアルゴリズムですねあの。そういうようなところっていうのは出さないっていうのは一つあります。ノウハウとして取得と。で、有名、一番有名なノウハウの取得って何なのっていうと、コカ・コーラの味だったりするんですけど、コカ・コーラの味は世界で5人ぐらいしか知らないらしいです。どうやって作ってる これ知られたら真似できちゃうんですけれども、なかなかそう出てこない。こういうふうなことによって、そのに、独占権に、まあ、20年なんですけれども、それ以上あの人、独占というような形にすることができますと。で、次にですね、独占の意思なく誰もが使用可能でいい秘密としての管理が難しい技術は技術公開ってあるんですけど、これ例えばですね、あの、通信方法とか、 あとは、例えばインターネットにつなぐためのコネクタの形状みたいな話とか、通信方式、IoT 機器のつなぐための通信方式、Wi-Fi とかだと、これは独占すると他の人が使えなくなってしまうんで、かえってですね、その、えー、シェアを握ることができないというような状況になってしまいます。で、そういう場合は逆に技術公開をしてオープンにするというようなやり方もあり得るということになります。 はいで、以上でですね。あの一旦終わりとさせていただきます。豊田さん、ここまでで質問がございましたら、お願いしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。大変分かりやすい説明で勉強になりました。ありがとうございます。はい、コメントの方で一つだけ、ちょっとあの視聴者の方からの質問が来ておりまして、はい、あの商標を確認しないままサービスをローンチしてしまいました。訴えられる確率はどのくらいありますか？っていう質問が来ているんですけれども、こちらってどうでしょうか？はい 訴えられる確率は分かりません。あの、商標権者がどう思っているかということになります。なので、で例えば、その、商標権者が使うつもりで持ってたら、多分訴えられると思いますし、もう持ってるけど使わない場合は訴えられないかもしれないので、そこは正直分かりません。ただ、あの、基本的に他人の商標を踏んでるよっていうのは、あの、外から見て分かるので、あの、 社会的にも、ちょっとそういう会社をもらう的にどうよと言われちゃうので、あまり踏まない方がいいと思います。はい、な,るほどなるほど、なるほど。商標確認したいまま、例えばサービスとかをローンチしてしまったとしても、そこからちょっとあの商標があの使っていいものなのかどうかっていうのは確認できたりはするっていう感じなんですかね。えとそういう場合は、まず交渉するんだと思う、商標権者に。で、例えば、ライセンスで使わせてほしいとか、あるいは、あの まあ交渉を譲ってくれと、商標権買い取りますみたいな、うちで製品に使うんでと。で、先ほど申し上げたように、アップルは iPad という製品を用意に出すときに、アメリカで iPad って富士通が実は商標権を押さえていたので、富士通から買い取ったという、そういう話はありますので、そこはもう交渉次第なので、い,いくらで要はその商標権を渡すかっていう話になりますんであので、そこはその交渉次第となると思います。 なる,ほどなるほど、商標なんですけど、ちょっとすごい基礎的な質問になってしまうかもしれないんですけれども、例えば全く違う分野で同じ商標を取ってるみたいな、例えばレストランをやろうとしているそのレストランの名前と、例えばなんか全く別の事業で、レストランとかと業態が全く違う事業とかでも、そこでのバッティングっていうのが起こってしまうような感じになるんでしょうか。えと商標を申請する時は 何についての商標権なのかっていうのは明らかにしなければいけません。あの、具体的に、例えば、製品であるとか、何のサービスかっていうのを指定した上で申請をすることになります。なので、そこの指定が、その申請書はぶらなければ、それぞれ別の権利として持つというのはあり得ると思います。ただ、他方で、例えば、 商標名、アップルというもので、なんかいろんな製品につけようとしても、いや、それはアップルっていうのはとっても有名な商標だから、アップル社と混同されるからダメと言われる場合もありますので、そこはケースバイケースかなというふうに思ってます。なるほど、なるほど。そこはケースバイケースで確認していく必要があるっていうところですね。そうですね。あの、後ほどご紹介しますけれども、はい、困ったときはですね、窓口がありますので、ぜひそこにご相談いただきたいと思います。無料相談窓口、<あ>特許所でご用意させていただいておりますので。 あなるほど、なるほど。無料なんですね。はい、無料です。ありがとうございます。えっと、もう一つ質問が今来ておりまして、あのはい、商標はローマ字の発音などが同じ場合は登録はできますでしょうかっていう質問なんですけれども、こちらいかがでしょうかえっと、すいません。ここはですね、あの、えー、ちょっとあの、商標の審査基準に関わるところなんで、私の方からはすいません。今お答えすることができません。あのー、 多分基本あの、できますかと言われて、多分答えられる人はいなくて、ですねあの審査の結果を見ないとあのダメだと思います。多分あのこれ、相談窓口にやっても、これ、商標になりますかって言われても、いや、それはいろいろ調べて検討しないとダメですということになるので<ー>えと、すいません、これはちょっとおこすぐはお答えできないということで、ごめんなさい<ー>はい。 なるほど同じ方からで、例えば同じ商材分野で商標が、あの、アルファベットの L の例と R の例のような場合ですっていうことなんですけど、これはじゃあ、あれなんですね。今おっしゃってた通りで、その時々でいろいろ細かいところを見ていかないと、できるかどうかっていうのは分からないってところなんですね。あの、同じ、同じとなる可能性もありますし、うんうん、同じとならない可能性もあるので、その、例えばそれぞれ有名でなかったら、あの、 登録される場合もあるかもしれませんし、片方が非常に有名だったらならない可能性もあるかもしれませんね、うん、ちょっとそこはすいません、私が答えられる範疇を超えておりますので、すいません、はい、答えられません。一度あれですね、じゃあ個別にちょっと相談とかをしていただくような形がいいかっていうところですねえっと、そうですね、こういう、今のような場合は、おそらく、あの、弁理士の専門家の方に今、うんうん あの聞いていただくという話、ご相談いただくのがいいかなというふうに実は、手前ミスなんですけども、あのスタートアップシティ札幌でも、便利士の相談も無料であの毎月行っていたりしますので、そちらの方とか、もしよろしければオンラインでも対応してますので、あのスタートアップシティ札幌のホームページ、調べていただければ出てきますので、一度ご利用いただければというふうに思います、ね、ぜひさまざまなあの支援があ,りあると思いますので、ご活用いただければと思います。はい はいいありがとうございますさらにちょっと質問が来てるんで読ませていただきたいと思うんですけれどもあの特許といえば下町ロケットというドラマを思い出しますというところがきております、はい、中小が大きな会社に翻弄される提携している会社が訴えてくる恐ろしさみたいなところでこういった感想が来てるんですけどやっぱりあのスタートアップとかの文脈でもあのそういったところでサービスリリースしてみてからあのい,いきなりそれで訴えられるっていうケースとかも結構あるものなんでしょうか あの、訴訟っていうのは、あの、いあの、どこまであるかっていうのはちょっと言えないところですけど。最近だと、あの、ユニクロが、あの、侵害訴訟みたいなので訴えられたって、アスタリスクっていう、あの、会社から訴えられたというような、あ逆、うん、特許権侵害で訴えられたっていうのは、中小企業、スタートアップが、あの、大企業を訴えた事でとかある、あるいはアップルがですね、あの、 中小企業を逆に訴えた事例とか、まあありますよね、うん、その辺は。なので、うん、あの、たびたびやっぱり有名企業だとそういう報道がなされるので、全くないとは言わないですけど、まあ、どのぐらいあるかというところまではちょっとわかりかねますけど。うん、恐らくあの、やっぱり中、スタートアップ経営者からすると恐ろしいですよ。ある日突然訴状が届いてみたいな話になる、うんうん、そうならないように、まあ、なるべくこう、 権利をを取ってです、ねまあ、自分たちのの優位性を築くというのがまあ大事かなといいうふうに思っていますすなななるほどなるほほどどそうですよねなかなかちょっとスタートアップとかだとあの最初にそこの,あの費用をあのなかなか捻出するのが難しい場合も多いかと思いましてあの後回しにしてしまいがちなんですけど後回しにすればするほどこうせっかくなんか築き上げた商標のブランディングとかが後から使えなくなったってなるとまた 2, 2度手間でコストがかかってしまうとかそういったことがあるっていうところですよね。 そうですね商標は特に値段が安いので、一計1万5千円で出願ができますので、あのまずはまあ出願をされる、登録でちょっとベッドかかりますけれども、まずは出願をされるということをおすすめしたいと思います、はい、ありがとうございます。あとまた質問が来ておりまして、あのロゴの商標の登録後、ロゴを変更した場合は再度取得が必要ですかというふうに来ているんですけども、こちらいかがでしょうか。 ははいい再度取得が必要です権利は要は登録したものしか、あれなんで、要は変更したものについては、効力が及ばないはずなので、取得が必要だと思いますななるほどなるほほどど、まあ、例えばあの名前については、もうすでに商標を取っていまして、まあ、そのロゴが変わったら、今度、ロゴの変更した部分に関しての,あの登録が取、取得が必要ということになってくるということですね。はい はいいそううですす、はい、あ,ありがとうございますなんか結構このアイデア段階のところからあの取るべきなのかどうかっていうのも結構何か言われたりするかなと思うんですけれどもっていうのも結構スタートアップのサービスってあのピボットと言われるこの事業の転換をすることが多かったりするのでなんかどのタイミングで取るかみたいなのが結構あの悩まれてる方も多いかなと思うんですけどその辺いかがでしょうか ええとですね、例えば、あの、特許の場合ですと、まず、あの、1万4000円を払って出願するんですね。で、出願した、出願早い者たちなんで、まず出願する。で、えっ、ー、と、そこから、実は審査を請求するって、審査してくださいっていう請求をしないと、審査されないんですね。その時には、まあ、14、5万お金が1件あたりかかるんですけれども、えー、その審査請求を、だから、ギリギリ3年後まで遅らせるっていうのは、一つやり方としてある。 とりあえず出すとでそうするとあの、要は使うかどうかわかんないけど、とりあえず1万5000円だけ払っておけば、権利が一応取れるかもしれないっていうようなことが、そういういことはできますうんうん、うん、なるほどなるほほどどななかなかそういったところで、なんか出願の仕方みたいなところの取り方も、あ先ほどおっしゃってた通りで、なんかあの、うんうん とってもこうなんか結局あのや、やってもなんか無駄になっちゃうというか、なんかそのあまりにも限定しすぎて、ちょっとこう形を変えたらすぐ真似されてしまうような特許の取り方とかしてしまうケースもあるのかなと思うんですけど、その辺でって、やはりあの専門家の方に一度相談するっていうのがあの正しい戦略になってくるような感じなんでしょうかね特許を出す段階で、専門家にまず出したいと思ったら、まず専門家に相談していただくのが重要だと思ってますなるほど,なるほどありがとうございます。 えっとですね。その他にもあの質問とかありましたら、随時チャット欄の方に書き込んでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。で、えー、っとですね。他にちょっと聞,き聞いておきたいなと思うのが結構この。 えっと、あ、そうですね。すみません。ちょっと今、あの、そ,そろそろ次、例えば。後半に入りますかあの、そうですね実。実はこれ三部構成なんですけど <laughs>。そうですね。あ、そうですね。あ、すみません。ちょっといろいろ、<laughs> あの、はい、質問が来てたので読ませていただいたんですけど。三、えー、部構成なので、あの、ちょっとスピードアップしつつ、なるべく質問に答えられるようにしたいと思います。まはい、じゃ次のスライドお願いします。しましはい。 映りますでしょうか。事務局の方スライドの方を共有いただければと思います。まだ映ってないですね。あ、まだ共有スライドが共有されてないみたいですね。もう一度ちょっとお願いいたします。えー、あ、今共有されました。あ、はい、ましたね。はい。じゃあまた引き続きよろしく、はいはい、お願いいたします。で、えー、ここからはですね、特許庁でスタートアップ支援どんなことをやってるかということをお話ししたいと思います。はい、次ですお願いします。 で、スタートアップの方々は、じゃあ実際、知財ってどんな感じですかまあ、経営資源を見るとですね、人はまあ少し、ね、何人かいらっしゃるかもしれないけど、設備も資金もマーケット、販売も情報もないとなると、最後、知財ですね。やっぱりアイディアだけあるというような状況だなというふうに我々は思っています。次お願いします。 他方で、ですね、じゃあ、知財を保護できているかというと、我々特許庁が調査したところによると、ですね、創業時の知財意識で知財戦略を考えている人たちっていうのは、まあ、大体2割、1割ということで、バイオ系とかは知財が必須なのにまあ45%しかないと。VC における、えーまあ、知財を行える投資家、知財支援を行える投資家についても、まあ、いないというような状況になっております。では次で,す他方でででは次す。す他方ね、 あの、出資とか M&E においては、知財はやはり重視されています。なので、知財戦略が不十分だとですね、資金調達の機会を、えーまあ、失ったりとかですね、イグジット機会創出の可能性があるということで、海外のベンチャーキャプテンで国内でもですね、必ず知財のですね、デューデリジェンスという評価を必ずやっているというのが現状です。じゃ次お願いします。 なので、まあ、我々が感じる課題っていうのが、その知財を企業価値として意識して評価されている方々があまり多くないなっていうところと、事業モデルに合わせて知財戦略っていうのは構築できていないので、中長期的な企業価値の向上にはつながらないと。またですね、スタートアップの抱える知財課題に精通したビジネス専門家、知財専門家がいないと。いや、士って聞いても知り合いにいないしさって、税理士ならいるけどさ、みたいな。そういう話は、まあ、よく。 で、そもそもまあ専門人材が、スタートアップを支援できる方ってのは、なんかあまり聞かないなっていうような話、というような課題だと思います。では次ですね。で、なので、我々はじゃあ何をしているかというと、知財アクセラプロ知財アクセラレーションプログラムで訳して iPass というものをやっています。これはですね、あのビジネスの専門家と、えー、知財の専門家の方々をですね、えー、2人1チームで企業に派遣をしまして、 そこでですね、ビジネス戦略に連動した知財戦略を考えていただくことによって、創業期の企業をさらに成長期押し上げると、成長、企業の成長を加速させるような、そういったものを、プログラムを作っております。はい。では次をお願いします。えっと、ちょっとここはあの、説明を、詳細な説明はちょっと時間がなくてできませんけれども、ビジネス面で市場分析を行ってですね、あるいは知財面で特許の、まあ、 あの、オープンクローズというようなことをやって、で、ビジネス戦略と、まあ、知財戦略を整合させるような形で、えー、作っているというような流れです。では次お願いします。で、過去3年やって、今年4年目なんですけど、3年で40社支援をしてですね、えー、154件特許出してもらいました。まあ、1社あたり3件。で、40社のうち22社がですね、資金調達に成功しております。そして、Exit まで行ったのが1社という状況です。では次です。 で、えー、じゃあどんなことやってんですかというようなことを聞かれるので、実はあの YouTube でデモデイというものを開催した結果を配信しております。でスタートアップの方々がどんな正規支援を受けたのかというピッチとか、あらゆるメンタリングチームと座談会みたいなのがですね、ありますので、ぜひご覧いただければと思います。 またですね、今年度については、昨年の上回る20社の支援をしておりまして、この20社のですね、キックオフイベントを最近開催しております。で YouTube でこちらも公開しております。iPass2021 キックオフで検索してくれれば YouTube で見ることができます。じゃ次お願いします。でまたですね、あの我々はこの,このまあ成果をですね、横展開したいと思っておりまして、えー 過去の成果ということで、やはり iPass 支援から見えてきたですね、スタートアップが陥りやすい課題、知財の課題について14に分けてですね、その対応策を解説しています。えこちらはこの後紹介するスタートアップ向け知財ポートサイト IP ベースにて公開をしております。よろしければご覧いただきたいと思います。で昨年度の成果として、今度ですね、あの、 じゃあ、メンタリングって何してんですかみたいな発問は結構来てまして。なので、そのメンタリングはどんな感じかというものをご紹介するための冊子を作ってきております。これはどういうものかというと、スタートアップを支援するというのは、まあ、どういう感じでやってるんですかということで、デイゼロからデイナナに分けてですね、あの、まあ何を話しているかというストーリー仕立てでご紹介をしております。では、次お願いします。 で次ですねあの、スタートアップ向けポータルサイト IP ベースというものをご紹介いたします。こちらはですね、スタートアップの方々がまず見るサイト、知財専門家とつながるサイトということで運営をしております。で具体的にどんなものをやっているかというとですね、次お願いします。えー、まずですね、事例集をご紹介しております。で事例集は先ほど挙げたような iPass 関連のもの以外もですね、投資家向けのですね、知財評価の支援の手引きというようなものも作っております。 はい、い次お願いしますえ。またですね、えー、スタートアップの経験をシェアするということで、知財戦略立てて成功した人たちにです、ね、インタビューをしております。えー、次お願いします、えー。最近ですとですね、p i x i ダ d u s t Technologies の落合陽一さんですね、Newszero とかでもご活躍されてますけれども、落合陽一さんにインタビューをさせていただいております。あのスタートアップは知財部出身者を雇えということで、えー インタビューんでしたので、まあよろしければぜひご覧いただきたいと思います。では次お願いします。またですね、投資家の方々もやはり知財というものを積極的に評価をされていらっしゃいますので、投資家が考える知財ということで記事も配信しております。では次お願いします。えー、またですね、スタートアップの身近に知財をということで、今回のイベントを含め全国各地のですね、セミナーイベントにお邪魔をしてご紹介をさせていただいております。 最近ですとですね、あの、また今年度から YouTube をですね、新たにスタートをしております。で、あの、スタートアップの方々、やっぱりお忙しいので、なかなかサイトを見る暇もないというようなことで、まずですね、知ってほしい基礎知識とか、あの、最新の支援施策とかをですね、YouTube で1本5分ぐらいでですね、動画を作っておりますので、えー、ぜひですね、YouTube で IP ベースというふうに検索をしていただけると、えー、見れるのと思います。 またですね、今必要としている知識が手に入るということで、えー、会員限定なんですけれども、会員向けに勉強会を開催しております。会員はあの誰でも登録できますので、よろしければぜひ登録いただきたいと思います。では次お願いします。最近ですと、えー、10月22日の4時から6時にですね、知財情報コンサルタントに学ぶ特許検索、特許調査の要点ということで、えー あの特許の、まあ、調査とか、ですねあるいは特許情報みたいな活用というようなことで、ですね、えー、野崎さんという、まあ、有名な方にですねご講演をいただいて、えー、知財の活用、情報をどう活用するかというようなことをお話ししていただきます。はいえー、また、ですね SNS でも積極的に情報を発信しておりますので、よろしくればいしご覧いただきたいと思います。 次ですね、あの特,許特許庁のまあ支援政策についてご紹介したいと思います。まずですね、えー、審査を早くしますということをやっております。でこれはですねあの、通常ですね、特許の審査って審査請求をしてから14ヶ月ぐらいかかるんですけども、だいたい資金調達がまあ1年弱ぐらいで訪れるということで、通常の審査と間に合わないので、スタートアップ向けの早期審査というメニューをご用意させていただいて、最短で2.5ヶ月で 結果が出るというようなこともやっております。では次お願いします。またですね、とにかくその特許出願するのにお金がかかるんだというような話もいっぱい聞いておりまして、えー、我々としてはですね、できる限りあの、費用を燃やすということで、スタートアップの方々は手数料3分の1ということにしております。 あ昔、これ、あの、僕が担当だった時に、これの制度を作ったんですけれども、結構いろんな方に使われていてですね、まあ、作ってよかったなと思っているところではあるんですけれども、あの、3分の1なので、ぜひですね、どんどん質問していただきたいと思います。では、次です。で、今、先ほどですね、申し上げたように、あの、地材で困ったら、まずですね、無料相談窓口をですね、特許庁インピットで用意しております。で、こちらですね、47都道府県にですね、 え、知財総合支援窓口というものを設けておりますので、ぜひですね、困ったらまずこちらにご相談ください。えっ、ー、と、北海道だと札幌にありますので、電話相談、あるいは直接訪問しての相談、いろいろ、あの、可能ですから、ぜひ、あの、こちらで、ね、北海道知財総合支援窓口と検索すると出てきますので、ぜひご活用いただきたいと思います。では、次お願いします。はい。 よろしければあのホームページですね、あとフェイスブック、ツイッター登録をお願いしたいと思います。では、こちらで一旦終わりにしたいと思います。質問とかありますか、豊田さん。あすみません、どうもありがとうございます。はい 質問、先ほどのところでちょっと読ませていただいたのもありまして、<あ>今ちょっとありませんでしたので、はい、すみません、ちょっと時間が迫っているのもありまして、はい、申し訳ございません。では第3部、第3一度お話いただければと思います。じゃあ、また資料共有お願いします、えーっと。次はですね、オープンイノベーションにおける課題についてということで、えー、っとスター特にものづくり系スタートアップの方々ですね、あの 他の企業と連携して仕事をするというのが必須であろうということで、我々オープンイノベーションの推進ということで、他社と協業する際に困らないようにというようなことをやっております。では、ちょっと次ご紹介します。我が国のですね、オープンイノベーションというのは、他の欧米企業よりは実は進んでいないというのが現状ですけれども、しかしですね、このイノベーションというものを作っていくには、 あの、やはり、あの、スタートアップとですね、まあ、大企業の連携っていうのは非常に重要であるというふうには考えております。だから、今、少ないというのが現状です。で、ここ書いてますけれども、えー、スタートアップはイノベーションに特化した組織です。で、どういうことかっていうと、大企業はですね、あの、やはりこう、人が多くて、いろんな人の手を渡っていくとですね、角角かどしたものもですね、だん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 こう、丸くなっていくというような形になってですね、 え結局、そういうなんか、あの、イノベーション、破壊的イノベーションを起こしにくい組織になっていると。で、破壊的イノベーションを起こすためには、やはりスタートアップの方が向いている。ということで、イノベーションを担いとして期待されていると。なので、ニーズの異なる2社でウィンウィンのオープンイノベーションを作っていくべきかというのが課題であるということになっております。では次お願いします。で、次ですが、はい、もう一枚お願いします。で、えっ、ー、と、もう一枚お願いします。えっ、ー、とですね、あの、 実は、あの、スタートアップと大企業の連携についてですね、まあ、一、なんか問題があるらしいということが分かっていて、実は安倍当時の前総理ですね、元総理ですね、今、岸田首相なので、安倍元総理はですね、去年の4月にですね、ガイドラインを作成してくださいというようなことを言ったと。で、連携しつつ対応を行いますと、公正取引委員会が言ったというような話ではあるんですけれども、では次お願いします。 それでですね、あの、我々の方で何をしたかというと、はい、次お願いします。えっ、ー、と、まずですね、まあ、総理がご発言いただいたことで、あの、まず調査をしましょうということで、公正取引委員会で調査を行ったもので、でそれについて、まあ、計算特許で対策を考えるというようなことをやっております。では、次です。で、えっ、ー、と、もっと説明をすると、実態調査をまずですね、公正取引委員会で行って、そこで明らかになった問題についてですね、 まず、計算書のところで解決の方向性を示す。あるいは、公正取引委員会で、事例、問題事例及び独占禁止法上どういう考え、問題なのかというところについて考え方を示すというようなことを、まず作っております。規範です。で、あ、もっと戻ってください。で、そのツールとしてですね、モデル契約書というものを特許庁の方で作っております。はい。では、次お願いします。で、あの、これは公正取引委員会の調査の結果なんですけれども、 大企業とですね、スタートアップが連携する場合において、納得できない行為を受け入れたというようなことが、まあ、あるというような企業がいて、そもそもスタートアップとその大企業との連携で納得できない行為があったというのが14%で、そのうち75%が納得できないけれども、仕方なく行為を受け入れた。で、どういう問題事例があったかというと、NDA、秘密保持を結んでいるのに、取引先は他社に勝手に開示してしまったとか、大企業に対して有利な兆候になって あるいはその共同研究でも、えー、生み出された権利は大企業に持続すると。あるいは、無断で特許出願をされてしまう。ライセンスにしても、独占契約を結ぶようにしつこく迫られたり、無償提供を求められたりという。まあ、こういう力関係を使ったような、まあ、こういうふりなことを結ばされているというのが、まあ、問題として上がっているということです。では、次お願いします。それでですね、モデル契約書、次ですね。はい。なんですけれども、えっ、ー、と、 先ほど言ったオープンイノベーションをですね、まあ促進するためにモデル契約書というのを作ったらどうでしょうということで、えー、下町ロケットですね。先ほど出た下町ロケットの話の、えー、モデルとなった弁護士のですね、鮫島先生とかですね、あるいはあの大学、え、プラットフォーマー、え、スタートアップ大企業支援者、というような人たちにですね、えー、まあ来て、各界代表に来ていただいて、えー、モデル契約書を考えたということです。では次をお願いします。 で、えっ、ー、と、モデル契約書っていうのはひな形みたいなもんでしょうみたいなことも聞かれるんですけど、いや、実はひな形とは違ってですね、えー、従来の、まあ、ひな形っていうのは、割とその、汎用性のある条文が記載されているんですけれども、モデル契約書は具体的に想定資源を設定することで、実践的な契約交渉の考え方を記載している。ただ、あの、想定資源を設定しているので、合わないケースは結構あるので、 場合によっては最適な計画の内容とならないことがあるということは注意が必要ですということです。じゃあ次ですね。はい。で、じゃあ具体的にどんな設定があるんでしょうか。ちょっと字ちっちゃいですけどね。あの、新素材を開発したスタートアップ X は、まあ素晴らしい性能を持つ新素材を作ったと。で、自動車用メーカーはから声がかかって、 え、開示を求められて、これヘッドライトカバーに使い、使えるかなということで共同研究にしたいなというような話が出ている。例えばこういうふうに設定をされて、じゃあその時に契約を結ぶにはどういうのが最適でしょうかというようなことをまあ国が示し、いうことであります。じゃあ次、次お願いします。もっとつ、もうちょもう、はい、もう一枚です。例えばライセンスとかだと、その共同事業の成果、 でテールランプカバーですね。ヘッドライトカバーの量産化を用いて、テールランプカバーにも、まあ、契約ができるので、ライセンス契約を結びましたというようなところをですね、まあ、書いている。では次ですね。で、えっ、ー、と、今のような前提のもと、じゃあどういう解決策を置いたのかというところをお話ししますと、えー、先ほどですね、右側に書いてあるのが、まあ、あの調査によって上がった問題点。 で、えっ、ー、と、問題で解決事例がですね、右側に書いてるんですけれども、例えば、えー、取引先は他社に勝手に開示されると、一方的に有利な場合については、改善範囲を目的に照らして設定をすると。あるいは契約終了後も、一定期間秘密保持金も課すと、えー。ライセンス契約であれば、不利益力を被るような独占契約とか、無償提供を求められた場合については、期間や地域を限定してライセンスを許諾すると。無償提供については、イニシャルフィーとかですね、 最初はすごく安くして、で、だん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 こう売れてくると、えー、対価が大きくなるように複数の対価を設定することによってリスクをまあ下げるというようなことでどうでしょうというようなことをやっているということです。はい。では次お願いします。で、えっ、ー、と、実はこう AI 編というのも作ってまして、えー、マーカーをとですで推定する AI 技術とかですね。で、これをですね、介護向けリハビリ機器の製造メーカーに対してまあ売り込みたいと。 介護施設内での会費、えー、被介護合者のですね、転倒や徘徊を検出できるようにしたいと。と見守りカメラシステムですね。で、これで、こういう時に、じゃあどういう経緯を結びましょうかというようなことがあります。で、次です。で、例えば、じゃあ何が違うんでしょうかって話によると、えっ、ー、と、表に右側に書いてある通り、例えば新素材だと秘密情報は、 スタートアップ側が開示してるけど、AI だと事業会社側が開示してますとかですね。あるいはですね、AI 分野については、特許という話もあるんですけれども、データの利活用についてまあどう考えるかということで、利用契約として再低体温とディスカウント条項みたいなものをこう作ってはどうでしょうかというようなことをやっているということです。では次です。 え、モデル契約書の詳細についてはですね、オープンイノベーションポータルサイトというものが特許庁のサイトにあるので、ぜひご覧いただきたいと思います。このサイト実は、まあ特許庁のサイトの中でも上位に来るぐらい人気のあるサイトなので、ぜひよろしければご覧いただきたいと思います。はい。私の方からは以上で発表の方を終わります。ありがとうございました。どうもありがとうございます。 最近そうですね、結構オープンイノベーションとかって、あのあのスタートアップ市札幌事務局の方でも冒頭のところで、あの地域とあ、行政とかあのそのオープンイノベーションというところでしたけど、あの大企業とかとのオープンイノベーションのスタートアップを募集っていうことも数多く見られるようになってきたかなと思うんですけれども、そういったのに募集して採択された場合に、あの注意しなければいけないところとかって、どういうところなんでしょうかえっとあれ、あれですかその、えーと、自治体のプログラムという意味ですか、ごめんなさい、ちょっと。 えっとあえっと、自治体のプログラムでやってる場合もありますし、結構この国の,あの経済産業局さんですとか、あのあ<ー>いろいろ、なんかそういったところでもあのやってたりですとか、いろいろなこう団体がですね、結構オープンイノベーションをこうあの、プログラムみたいなのを企画していたりするかなと思うんですけれども、そういったのに応募する際ですとか、採択された後に、スタートアップが気をつけるべきポイントなどをあの、お伺いできればなと思うんですけれども、いかがでしょうかま,ま,ずまずですね、これ、一般論としてあるのが、あの割と聞かれると、 いろいろあの、し、喋っちゃうことが結構いるんで、喋っちゃう人が結構多いんですけど、あの、喋った内容が実はその特許になり得る話だったとか、そういう秘密を喋っちゃったみたいな話は結構あって、その、どこまでが秘密で、どこまでオープンにするかっていうのは、一番最初に公開するときに考えた方がいいと。ね、結構、あの、例えばあるのが、あの、要は外部から聞かれて、 答えたんだけど、なんかいつの間にか他の人にま似されてたみたいな話はあって、やはりあの何を公開して何を守るかっていうところはあらかじめ決めておかないとです、ねあの、知財の意識がないままこう、秘密を自分たちで喋っちゃって、ちょっと自分たちで不利になっちゃうと首、自分で自分の首を絞めちゃうみたいな、うそういう話はちょっと悲しいので、はい、で。 その辺、あの、やっぱり、あの、何をオープンにし、何をクローズにするかっていうことは、企業によって戦略も違うので、まずはですね、その知財総合窓口にですね、ご相談いただきたいと思います。だから新製品を発表するんだけど、何をオープンし、何をクローズするか考えたいみたいな、そういう相談でもいいと思うんですけれども。<laughs> ぜひ、あの、いろいろ、あの、いろんな専門家の意見を活用しつつですね、あの、戦略を考えていただければと思います。 ありがとうございます。まずはですね。やっぱり専門家の方に相談して、あの知財の戦略を立てて、その戦略に基づいてあのいろいろ考えていくことが重要というところですかね。はい、そうです。そうですね、はいはい。はい。ありがとうございます。えっとそれではですね。そろそろちょっとお時間が迫ってきたので、の最後にですね。あのこのセッション総括しまして、一言いただければと思うんです。けれどもよろしくお願いいたします。あはいあの まず、あの、企業、スタートアップの方、企業しようとしたら、まず、知財というものがあるということを頭の片隅に置いていただけると、あの、いいと思います。で、あの、よくわからんという場合は、あの、無料相談窓口、えー、特許庁でも、あの、札幌市でもご用意してますので、ぜひですね、あの、支援を、我々がつの支援をですね、ご活用いただきたいと思います。あの、知財総合支援窓口、年間10万件全国で相談がありますので、あの、 結構使われてるんですね。なので、あの使わない手はないと思いますので、ぜひですねあの、頼っていただければと思います。またですね、IPBS の会員になると、ですねいろんなあの知財の話が聞けるので、あのこれも無料であの、えー、情報を得ることができますので、よろしければぜひですね、IPBS に登録をしてください。えー、登録するといろいろいいことがありますので、えー、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。 なんかそうですね結構この無料で受けられるサービスがかなり充実しているんだということに私も本日初めて知りましてすごいそういったものを活用しながらスタートアップファーストでいろいろなことができそうだなと思って聞かせていただきました、はい、本日はあの大変貴重なお話本当にありがとうございましたありがとうございましたはいそれではですねお時間となりました最後にですねちょっとスタートアップシティー札幌の方から再度宣伝させていただければと思いますこちの方共有お願いいたします はい、この後の,あのセッションなんですけども、スタートアップシティサポールではあのノーマップスカンファレンス内でセッションを数多くやっておりまして、あのまず本日ですね、あの4時からチャンネル A にてですね、シリコンバレー、欧州から学ぶスタートアップ×デザインの理想系といったテーマにですね、セッションを行う予定でございます。こちらですね、あのシリコンバレーとベルリンの事例をもとにですね、スタートアップこそ身につけたいデザイン思考について議論するあのセッションとなっておりまして、スタートアップはもちろんですね、新規事業を考えられている方ですとか、これから企業を検討さ される方にもおすすめのセッションとなっておりますので、ぜひご覧ください。 あと明日はですね、あの、今、休生中のスキマバイトサービスですね、すぐ働けて、すぐお金がもらえるアプリっていうところで、あの、リリースしているサービスですけれども、こちらのサービスやっております株式会社タイミー代表取締役の小川さんをお招きしましてですね、あの、企業のストーリーですとか、あの、今後の展望について語っていただくセッションを行いますので、スタートアップ的ですとか、これから企業に興味のある方はですね、ぜひご覧いただければと思います。はい。 それではですね、本日事例から学ぶスタートアップが知るべき商標特許の活用法をご覧いただいた皆様、大変ありがとうございました。この後もセッションをお楽しみください。どうもありがとうございます。